はい、皆さんこんにちは。トムズサイクリングのヨピです。今日もよろしくお願いします。さて、お待たせいたしました。今日は私が今回購入したキャニオンアルティメット CF-SLX ディスク 8.0 の紹介動画を撮っていきたいと思います。はい、大変お待たせいたしました。今回新車を納車してから約1ヶ月間ですね、平坦やロングライド、ヒルクライムいろいろやってきたので、乗ってみた感想、良かった点とか、あとはちょっと購入を検討されている方に少し注意が必要な点とか、その辺を含めてお話ができたらいいかなと思っています。で、今回私は全部完成車で買いました。梱包類は全てアルテグラの梱包を使った完成車を買いました。ホイールに関しては、DT スイスというところのアルミの軽量ホイールが付いています。ディスク対応なので、ちょっと普通のキャリパーブレーキだと使えないんですけれども、ディスクブレーキ対応の、アルミ軽量ホイールを使った完成車になっています。ちょっと珍しいんですけど、このキャニオンのバイクの 3XS と 2XS のこの2つのサイズのバイクはホイール径が 650B というちょっと珍しいホイールの、直径ホイール径になっています。で、普通のロードバイクだと 700C っていうホイールがつくんですが、それより一回りちょっと小さいホイールになっています。はい、キャニオンバイクの説明をしてきたんですけれども、ここからは、バイクに乗った感想、まずいい点を話していきたいと思います。はい、このバイクに乗ってみた感想なんですが、まず一番最初にもう一番ものすごく感じたことなんですが、とにかく軽くてびっくりしました。で、じゃあどれくらい軽いのかっていう話なんですけれども、今回このバイクサイズが 3XS というキャニオンバイクの中では一番小さなサイズになっています。で、このサイズで 6.7 キロという重量でした。7キロをね、切ってるって軽量バイクと言ってもいいんじゃないかなと思っています。ペダルを踏めば踏むほどそのままこう素直に進んでくれるっていう印象があったので、もう平坦でもそうですし、ヒルクライムも非常に楽になりました。あとはですね、体に非常に馴染むなっていう風にも感じました。今までのリドレーも、同じ 3XS というサイズに乗ってたんですけれども、そのリドレーの時よりもジオメトリー的にもう少しコンパクトな設計になってるみたいです。なので、上半身がすごくリラックスして乗ることができて、ロングライドしても上半身の疲れがすごく少ないっていうのと、あとはハンドリングがしやすくなりました。そこがね、とてもいいところだなと思います。で、平坦とか、あとはロングライドの時に思ったんですが、フレームの硬さとか、ホイールもすごく軽くなったのでそのせいもあると思うんですけど、だいたい30から35キロぐらいの巡航速度をすごく維持しやすくなりました。信号待ちをして信号が青に変わって発進するとき、漕ぎ出しのスムーズさっていうのも、非常に今までよりも全然ね、軽くその30から35キロの巡航速度まで持っていくことができるようになりました。あとヒルクライムですね、ヒルクライムはこの前のキャニオンでヒルクライムしてみたっていう動画でもお話ししたんですが、重量が軽くなった分、本当にかなり軽く登ることができるようになりました。ダンシングのキレがとても良くなりました。今まではね、本当にこう重たい車体をこう上半身でこう持ち上げながら登っていたイメージだった、ダンシングをしていたイメージだったんですが、もう今は本当に軽い重心移動だけでダンシングが綺麗にできるようになりました。ディスクブレーキの特徴だとも思うんですけれど、ダウンヒルがめちゃくちゃ楽になりました。特に女性とか握力の少ない方とかって分かると思うんですけど、ダウンヒルしてるともうだんだんですね、握力がなくなってきて、最後は本当手がしびれてきたりとか、もうディスクブレーキって本当に軽い指の力だけですごく制動力がいいので、長く山を下っていても全く手は痛くならないし、しびれないし、疲れないしっていうところで、そこはね、すごく楽になりました。はい、というわけでいっぱい喋ってきましたが、今のところ乗ってみた感想でいいところっていうのはそんなところでございます。で、ちょっと注意が必要なところがいくつかあります。キャニオンのバイクって
そのこの前もお話ししたんですが、直接ネットで販売やり取りをするバイクになっています。まあ、故障したりとか、まあ、ちょっとおかしいなとか壊れちゃったとか、なんかちょっと見てほしいなという時に、まあ、どこに頼んだらいいんだろうっていう風な、そんなね不安があると思います。私も正直そこが最初すごく不安でした。なので、あらかじめ、まあ、買う前にですね、自分の近くのショップだったりとか、まあ、知り合いのショップだったりとか、見てくれるキャニオンのバイクを見てくれるっていうショップを、まあ、事前にね探してOK をもらっておいた方が安心かなっていうふうに思います。自分で組み上げた後も一回ちょっとショップに持って行って組み上げてみたんですけどどうですかっていう感じでちょっと見てもらって、まあ、問題なく乗れるよっていうふうにお墨付きをもらったので、まあ、安心して乗ることができています。はい、というわけで、まあ、キャニオンのバイク、まず1ヶ月乗ってみた感想をいろいろ話させていただきました。まあ、とにかくですね、軽くてよく進む、正直で癖のないバイクだと思っています。これが1ヶ月乗ってみた感想です。で、乗り手の使い方次第でもっと輝けるなっていうふうに思います。で、乗るほどすごく楽しいですし、今まで以上に乗り方とかペダリングとかフォームとかすごく気にするようになりました。このバイクの特徴とかいいところをまだまだ生かしきれてないと思うので、まあ、今後ねもっともっと乗り込んで、このキャニオンバイクの使い手になってやろうと思っています。はい、というわけで、今日はですね、キャニオンバイク、アルティメット CFSLX の、紹介をさせていただきました。これから、またね、いろいろこのバイクと一緒に走ってまた新しい感想とかそういうのがあったら皆さんにご紹介していきたいと思いますので、これからも、私とこのキャニオンバイクの応援をよろしくお願いします。はい、というわけで、今日はこの辺で動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。トムズサイクリングヨピでした。さて、次回のトムズサイクリングは、最近ご無沙汰のトミさん、ツールドオキナーで怪我をしてしまってから実はリハビリに励んでいました。次回はそんなリハビリの経過を皆さんにご紹介したいと思います。ぜひ見てください。